ウニアンドサマドリスです。はい、僕らはですね、今日は世界のグルメ展ですけども、ブラジルからやってきました。ブラジル音楽をやっている団体でございます。はい、皆さんサンバというとね、この羽のお姉さんを想像すると思うんですけども、まあまずはちょっと楽隊を皆さんにしていただきたいなということで、ちょっと楽器の紹介をさせていただこうと思います。まずそこのでっかい太鼓、鋭、ちょっと前を。はい、この太鼓はですね、鋭という楽器でして、まあ、パート3つのパートに分かれてるんですけども、はい、この3つの音でサンバの心臓と呼ばれております。この太鼓が基本のね、ビートを刻むということです。鋭はブラジル語で、あ、違う、ポルトガル語で耳が聞こえないという意味で、そのぐらい音が低いという楽器です。はい、ありがとうございます。はい、次、これヘピーキという楽器でして、サンバの王様と言われております。ヘピーキです。この楽器が合図を出して他の楽器が演奏を始めるということです。ちょっと叩いてみてください。はい、こうやってね、左手で音を出すんですけど、めっちゃ痛いです。ドレムがやる楽器と言われております。はい、次、会社。はい、この楽器は会社という楽器で、サンバの血液と言われております。この楽器がね、ないと他の楽器が音を合わせられないって言われるぐらい大事な楽器です。ちょっと叩いてみてください。はい、ありがとうございます。はい、この楽器は初夏用です。金属板を揺らして音を鳴らす楽器ですね。はい、ありがとうございます。はい、この楽器はアゴゴーという楽器で、これは唯一他のクラシックとかでも使われるんじゃないかと思います。カウベルを2個つなげて、まあ、すげえうるさい楽器なんですけど、まあ、今日はちょっとね、スカイツリーさんの方で音量に気を使えということで、最小人数でやっております。はい、この楽器はタンボリンという楽器で、プラスチックの触手みたいなやつで音を出すんですけども、ちょっと回しながら叩くっていうすごい特殊な、これがサンバの花形と言われる楽器で、動きながら叩くすげえハゲてな楽器です。はい、この楽器はクリーカーという楽器で、サンバの宝石と言われてるんですけども、太鼓に刺さってる竹ひごをこすって音を出す楽器で、歌の求愛の鳴き声に似てると言われている、これが一番多分サンバらしい音なんじゃないかと思います。はい、この7種類の楽器で、リオのカーニバルでね使われている楽器なんですけども、どれも、まあ、リオのカーニバル実際は300人ぐらいいるんですけども、今日はもう音量制限がねありますので、もう最小で、最小でやっております。これが最小です。これが最小で小数制でやっております。これが楽器隊なんですけども、でダンサーにもですね、羽のお姉さんだけじゃなくて、この両脇に立っているシルクハットをかぶっているお兄さんたち、マランドロと言われている人というですね、まあお酒を飲んで酔っ払った男の人を表現しております。で、この隣にいる羽のおでんさんが有名なパシスタという種類のダンサーで、まあやっぱ花形ですね。でもこの彼女たちは本場のカーニバルでも1000人以上いる中の1割ぐらいしかいないんですね。実は他はもう楽器隊と、もう他にもいろいろダンサーがありまして、パレードが羽のお姉さんだけじゃないよということを人に知っていただいて、
帰ってもらえればと思います。